こんにちは、ティッシュです。今日はですね、恵庭バス停にやってきました。今日の日付、6月、ちょっと映んないかな。6月22日、夜の7時40分。気温が15度ですね。外だいぶもう日が暮れてきましたね。これぐらいでないとね、ちょっとここは来られないんですよね。怖くて。もう真っ暗になっちゃうんでね。で、緊急事態宣言もね、日曜日か。終わって今日火曜日なので、多分いけると思うんだけど、外はこのようにもう、あ、これ明るく見えるけど、真っ暗ですね。あ、電気ついてきた。とっとと行っちゃいましょう。とっととっていうか、ほんとね、早く行かないと暗くなっちゃうんで、この間ね、雨の日に、雨降り始めでもとても出ようと思わなかったんですけど、わ、もう最初からこの草すごいな。蛇とかいそう。なんとか、なんとか、なんとか。もう今日も相変わらず、道路草いっぱいで、なんとか避けてきたんですけど。ここが電気1灯ついてる。で、あっちにバス停。あ、これぐらいだったら、まあ、ギリギリ行けるかなっていう感じですね。なんだ、草か。蛇とかいそうで怖い。あ、でも、あ、まあ、薄暗いけど、雨降ってなければ、っていう感じだね。こっちも電気照明ついてる。左が千歳方面。ここは前の気になってた搭乗跡ですけど、やっぱり混んでますね。後であっち千歳方面行ってみますけど。まあ、明るいのかな。この間は緊急事態宣言かなんかで、照明がついてなかったのかな。真っ暗でしたけど。はい、千歳方面。中央バス時刻表。ここは、印の便は、5月21日、東分から東分の間、運休。あ、でも、知ってるんだ。ホームページ見てもね、何も載ってないんですよね、情報がですね、高速バスカップ号ダイヤ改正のお知らせ。ハスカップが、ハスカップどこ行きだろう。苫小牧行きかな。後ろ何も書いてません。もう一回見てみると、1時間前に予約とか書いてない。
あ、2時間前まで2ですね。待合室を通り過ぎて道南バス白紙のこれ交差線用バスかな。続いてエアポートライナー交差線用バスで、中央バスと北斗交通の共同運行の交差バスで、そして向こうが札幌方面ですね。中はもう省略していいかな。とっとと撤収したいです。場所は左下の現在地っていうところですね。で右上が恵庭駅、途中ビッグハウスを過ぎていく経路ですね。はい、天気ついてきましたね。向こうも、向こうがバス停も、あそこがインターですね。エリワインター。こっちが、空港行きバス停ですね。あっちも電気ついてますね。行ってみましょう。早いうちに行きたい。個人的に。ここからだと、あっちにも電気、あっちにも電気、あっちは車が通る方の電気ですね。これ真ん中はちょっと変色してますけど、特に意味はないです。僕の見た目ではそんなに変な色にはなってないです。はい、向こう出口ね。こっち右手に回って、千歳方面行きます。街灯あり。雑草あり。ちょっとカメラでは映りにくいですけど、街灯あるんで明るいですね。あ、ここは街灯ないんだ。ここ真っ暗ですね、このトンネル。そんなにこれね、真っ暗に見えてもそんなでも、いや、暗いな。暗いし、ちょっと雑草すごいですね、これ。ちょっと目を凝らしてヘビいないか確認しつつ、あそこには街灯ありますね。ここ裏が真っ暗なんですね。一応この柵があるから極端に鹿でもこんなんの余裕ですね。この飛び高さ1メーターちょっとある柵ですけど、クモの巣はですね、今のところ僕の顔にはかかってないです。気をつけた方がいいかもしれないけど、あ、お花畑ですね。車バンバン走ってるところなので、ほんと土深夜でない限りは、来られるのかな、どうだろう。今気温15度、朝とか夜じゃないわ、昼が22度ぐらいだったと思うんですよ。22、23度。でもまあ、日が照ってるところは暑いと。この階段も電気あるから、
割と明るい。一つ方面乗り場。意外とあっちが高速方面ですね。でこっちが、あ、車入ってた。足元はまあ薄暗いかなという感じですけど、でちなみに火曜日なので、火曜日だけどまあでも車入ってきますね。やっぱり五等日でもない火曜日。どうでしょう、撮れるかな。割と流れは札幌方面もゆっくりですね。80-100キロ出てるかな、これ80キロぐらいにしか見えないけど、90キロとか。はい、また車1台入ってます。足元はまだまだ空はね、薄暗い感じなんで、さすが下旬の翌日。そこまで暗くはないけど、この後どうなるんでしょうかね。発光電気がついてますね。ここが行き止まりで、向こうがインターの入り口。トイレがありそうなところですね。ここは画面暗いですけど、まあ、コンクリート階段が白いので、そこまで真っ暗っていう感じではないですね。使えるかな？蛇とかいなければ。でも懐中電灯持っていった方がいいかもしれないですね。よいしょ。向こうが札幌方面、こっちが千歳方面。中央バス時刻表には5月21日から当分の間、下記の通り減便ダイヤで運行いたします。丸印が、なんだろう。丸印、あ、北都交通担当便。なので、1時間1本ぐらい。前1時間、ラスト時間7本、8本あったような気がするんですけど。減便はしてるけど、一応動いてるみたいですね。こっちが、苫小牧西港、登別宇都港、室蘭観光協会、大谷高校、浦河ターミナルで、こっちは、もうこの辺平日、あれ見えない。平日のみ運行とかって書いてあるけど、このシャープマークちょっと見えないかもしれないけど。でもまあ、2時間前予約で、丸印が道南バス運行。こっちは運休って感じではないですね。ここなんか貼ってあるけど触りたくないんで、潔癖症なんでやめときますけど、あ、改正、
ダイヤ回線。上が、これ、同じなのか、一個あれかな、あの、伊達行きが、なくなってる？前来た時と比べてですけど、伊達行きがなくなってる。は伊達行きないどうなんだろう。これでまた伊達に行けるものがなくなってますね。室蘭から先そうですね。伊達行きがない。本当やる気のない、やる気のない刑事ですけど、これコロナ関係の運休についてですね。はい、中は中を行く前に、こっちは交差専用バス停ありません。電気ありですね。で、千歳方面、空港方面ですね。割とこの時間やっぱりキツネや鹿が出てくるからスピード抑え気味で走ってるのかな。あなたはまあ4人掛けとか3人掛けとかですかね。これ同じ位置で、はい、17分経過しました。もう帰ります。これなんでもっと早いペースで10分ぐらいの動画にしたいんですけど、ちょっとなかなか難しいですね。これここ注意ですね。ここ注意って全然映ってないけど、草が生い茂っています。で、階段はまあまあコンクリートなんでそんなにでもないですけど、早く帰りましょう。はい、また後ろから車がインターに入る車ですね。この先が小林村直線でまっすぐ行った先ですね。さっきあの僕が車止めたところがちょうど小林村の職員さんの駐車場のと背中合わせになってるあたりだと思うんですね。で、ちょうど小林村のスタッフの皆さん帰宅時間と重なってエンジン音何回かしてましたけど、はい、インター降りる車。全然映ってないけど、階段です。割と明るいですね。割と明るいっていうか、何ですか、動植物に影響のない範囲で飛んのか、そういうわけじゃないですか。まあ、ありがちな、公園の、うわ、これ草が。公園の照明ぐらいですね。草、ちょっと買ってもいいかな、ぐらいですかね。ちょっと、暗くなってきたけど、なんとか、歩けるくらい。
ちの家の近所の歩道の電気ついてないところと変わらないくらい、むしろこっちの方が明るいくらいですね。この絵的に何でしょうか、真っ暗かもしれないけど、雲の巣には合わなくて今のところ。これでも雲の巣に合ってないってことは人が通ってるってことかな、利用者いるのかな。そう考えると、明るいとこ戻ってきましたね。反対側、札幌方面バス停ですね。はい、もう帰ります、もう帰ります、とっと帰ります。あー、20分過ぎてしまいました。ゴールゴールゴール、そうですね、いつも間違える。はい、ではもう真っ暗です。外はね、まだちょっと薄明かりがあるけど、こんなところさ、草が今生い茂ってるんですけど、はい、そこも無事越えまして、砂利道道路も出てきました。真っ暗で何も見えませんが、まあ、僕の目には薄明かり。これ車ですけど、白い車見えるかな。はい、では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 、もう帰ります。ということで、思ったよりも利用できますね。草さえ買って、これ以上生えなければ。では、道央道の恵庭高速バス停からごきげんよう。さようなら。